アスロンは AMD の X86 アーキテクチャのマイクロプロセッサの名称である。アスロンは K7 と呼ばれる第7世代のプロセッサの1シリーズとして開始されたが、第8世代の K8、さらにその後継の K10 にアスロンの名称は引き継がれた。大きく分けると以下の4つに分けられる。 AMDK5、AMDK6 AMD まではインテルが企画したソケットとの互換性が保たれていたが、本製品では AMD 専用のチップセットを搭載したマザーボードを使用し、ソケットも初期を除き、インテル製品とは互換性のない専用品を使う。初期のスロット A コネクタは、インテルの SC242 と形状だけは同一としてあり流用している。 電気的には d c がアルファプロセッサ用に開発した EV6 バスを採用している。バスの動作クロックは DDR により、基準クロックの2倍の速度で動作し、原則的に2倍のクロック周波数で表示される。アスロンは、市販の X86 プロセッサとしては、最初に 1GHz 製品の出荷が発表されたアーキテクチャである。なお限定出荷ではあるが、 ペンティアム i も同時期に 1GHz 製品が発表されている。互換製品として売り出されているため、同程度の能力を持つインテル製 CPU よりも低めに価格設定される傾向にあった。市場シェアの先導権を握る立場につくことこそなかったものの限られた CPU 市場の中では低めの価格設定であるにもかかわらず性能が高いことから、 大手メーカーブランドのパソコンに積極的に採用され、ショップブランドや自作パソコンにおいてもよく採用、または購入されていた。初期のアスロンは、ペンティアム3に比べて発熱量が大きかったため、オーバークロックには不向きであった。ヒートスプレッダ等によって保護されておらず、半導体コアが剥き出しになっている、構造上、取り付け時に物理的に破損する、いわゆる、 コア掛けを起こしやすいという問題もあった。また、初期の製品では焼損防止措置も搭載されておらず、ヒートシンクの取り付けミスなどによって、加熱により損傷しやすいという問題があった。当然ながら、ショップサービスの初期補助は受けられなかった。一下に示した CPU コアの名称は、基本的に、 AMD 内部での開発コードネームであるが CPU コアを厳密に区別するために一般にも広く用いられている。アスロン 650MHz の内部計7は0.25マイクロメートルプロセスで製造された最初のアスロンプロセッサである。スロット A と呼ばれるスロットに差し込むカードエッジコネクタ形状となっておりパッケージに装着される CPU クーラーも固定に 用いるリテンションメカニズムも、そして、マザーボード上に実装されるコネクタもすべて、インテルのスロット一様のものを流用するように、設計されている。このスロット A の採用は、新 CPU 採用にあたって、当時の PC ベンダー各社から極力部品種類を増やさないよう求められたことが理由であったという。CPU コアの動作周波数は、同時期の Pentium3 と拮抗しており、 総合的な処理能力では、ペンティアム3を上回る場合もあった。整数演算性能では、五角程度だったが、不動小数点演算では、K7 が優れていた。これは、AMD 側が、ペンティアム3対抗商品として投入した K6、3が、整数演算性能については、処理によっては、同クロックのペンティアム3程度の性能を示すも、実行パフォーマンス。 特に不動小数点演算については劣っていた実情から次世代アーキテクチャにおいては整数演算のみならず不動小数点演算においても競合製品と比較して遜色のない性能を発揮することが課題となっていたためである。2次キャッシュメモリの容量は同時期の Pentium 3と同じく CPU コアの外部に接続された512 K バイトで CPU コアクロックの半分の周波数で動作した。これは当時の半導体製造技術レベルでは二次キャッシュを内蔵させることで CPU の部止まりが低下し、その結果製品価格が上がることを嫌ったためである。FSB の動作クロック周波数は 200MHz。アスロン 800MHzK7 の製造プロセスを0.18マイクロメートルプロセスに 更新した製品。K7 より CPU コアの動作周波数がより高められている。しかし、CPU コア自体と二次キャッシュメモリの動作周波数における速度比率は低くなっている。これは二次キャッシュを CPU コアの外部に置いた結果、CPU コアの動作周波数向上のペースに対して、SRAM の動作周波数が追いつけなかったためで、ある。 CPU コアに対する L2 キャッシュのクロック比率は当初の1、2から2、5に減り、後期製品では1、3にまで低下した。なお本グループは2000年3月6日発表で、AMD の量産 X86 互換プロセッサとしては初めて 1GHz の大台を達成した。1GHz で動作する K75 には特別にマグノリアというコードネームが付けられた。 従来の製造技術であるアルミ配線で製造されている K75 に対し、より高度な製造技術を要する銅配線で製造された K76 を指す。この当時はアルミ線でも特に問題はなく、性能や機能的には差がないことから、K76 も K75 の一部として扱われ、特別な事情がない限り区別されることは少ない。 アスロンサンダーバード 1.4GHz K75 の CPU コアを基本とし、製造技術の更新でより多くのトランジスタを実装できるようになった。それにより、K75 では、コアの外部に配置していた二次キャッシュを内蔵することで、キャッシュのクロック周波数をコアと等速で動作させ、性能の向上を行った製品である。外部にキャッシュを実装する必要がなくなったことから、 コスト的に安価なソケット A と呼ばれる新しいパッケージ形状を新設した。スロット A 製品も一部の需要化のために少量の製造は継続されたが、ソケット A と比較して CPU パッケージサイズが大型であり、またそれに伴って製造減価も高価となった。そのためスロット A 製品は存在価値が薄れ、 ソケット A 製品が主流となった。当初 FSB は 200MHz 動作だったが、後により高性能な 266MHz で動作する製品も投入された。コークロックの品の消費電力とそれに伴う発熱は相当なものがあり、注意しないと CPU にダメージを与えることがあり、日本では焼き鳥などと揶揄された。 計画が発表されただけで実際に製品化は行われなかったが、アスロンに加えて以下の3種類を加えたラインナップが発表されていた。ウルトラが最上位、セレクトが最低位で、通常のアスロンはプロフェッショナルとセレクトの間に位置する。アスロンウルトラは L3 キャッシュが追加された製品と推測され、完全に計画のみとなってしまった。 アスロンプロフェッショナルはアスロン MP として商品化されたと考えられる。アスロンセレクトもデュロンとして商品化されたと考えられる。クアンテスピードアーキテクチャを採用したとして、性能を高めたアスロンに新たな与えられた名称。しかしすでに先行して発売されていたアスロン4や、それと同世代のデュロンもこのクアンテスピードアーキテクチャを採用している。また、 クアンティスピードアーキテクチャはいくつかの機能の集合で、すべての機能がこの世代から実装されたものではない。アスロン XP の日本での発表会で、アスロン XP の XP は、エクストリームパフォーマンスの略だ。Windows XP とも親和性が高い。と述べており、Windows XP を意識しての命名であることは、否めない。 このシリーズから製品名に動作ロック周波数の表記を止め、モデルナンバーという性能指標での表記を導入した。むしろアスロン XP の発表会では、アスロン XP 自体ではなく、モデルナンバーに関心が集まった。サンダーバードの改良型として開発されていた、開発故障。サンダーバードは、フォードのスポーツカーの名としても知られるが、次期製品のコードネームには、 そのライバルであるコルベットが選ばれた。同時期に計画中の AMDK7 マイクロアーキテクチャの製品のコードネームで自動車の名前と重複しないものは自動車の名称に改められた。しかしある自動車メーカーから商標侵害の苦情があり、戦闘機や自動車には馬の名前をつけることは珍しくなかったことから開発故障はさらに馬の品種であるとすり替えられた。 その結果、馬の名前に由来していない自動車の名称から取られた、開発故障は再び改められ、コルベットはパラミノと再命名され、開発は続行された。アスロン XP2000 アスロンにして、第4世代、アスロン XP としては、初代のコア。プリフェッチ機能及びインテルのストリーミング深度、 拡張命令を内包した 3DNow プロフェッショナル命令セットをサンダーバードに追加し回路を最適化したもの。性能面では高い評価を受けながら高発熱で知られたサンダーバードコアに比べより高性能化されると同時に発熱が抑えられたことで自作ユーザーの間では高評価を受けた。それでもなお高発熱ではあったが その高熱状態が継続されたとしても通常動作する耐久性があった。パラミノの後アスロンはより商品性が高まったサラブレッドに移行した。発表は噂などの非公式なものに止まり、製品詳細は全くの不明で発売にも至らなかった。パラミノをもとに L にキャッシュを増量させた製品として開発されていたとされ、アスロン XP や アスロン MP の上位製品として発売される予定だったと考えられる。アスロンウルトラという商品名でサーバ向け製品が計画されていたが、アスロンウルトラがマスタングに該当するかは不明である。アスロン XP1700 製造プロセスを0.13マイクロメートルに微細化した第5世代のアスロン。特に B ステップの1 2 4 6ヘルツの品は製造ロットにもよるが、 オーバークロックに対するかなりの耐性さらに逆の低電圧駆動での耐性があり価格も廉価であったため日本では一ザ皿と呼ばれて PC 自作者に愛好されたアスロン XP2800 サラブレットの二次キャッシュを 256K バイトから 512K バイトへと2倍に増量したサラブレットと同じ第5世代のアスロンである 後継製品で性能が優れるアスロン64と製造喧価に直結する大面積はほぼ同じであることから AMD としては費用対効果は良くないもののアスロン64の開発遅延の結果必要と判断されて開発されたと考えられるそれでも競合するペンティアム4の販売が良好だったことからさらに低価格で販売せざるを得ずその結果として 費用対効果は良好で、市場の評価は良好であった。当初、FSB は 333MHz までの対応だったが、アスロンシリーズが FSB として採用する EV6 バスは、もともと 400MHz までの動作を視野に入れて設計されており、FSB の速度の向上は CPU の処理能力を向上させることから後に、 4 0 0ヘルツに対応した製品も発売された。しかし Pentium 4が堅調なまも FSB はしばらく3 3 3ヘルツまでに据え置かれていたことから、後継のアスロン64の販売を脅かす恐れを懸念したものの、アスロン64の開発の遅れと Pentium 4の好調さから、アスロン XP の商品性の維持が必要になったことにより、急遽、 FSB400MHz の製品が発売されたと見られている。バートンの台を用いているが二次キャッシュをサラブレッドと同量の 256KB に半減させたアスロン x p インテルのように2次キャッシュ量に関わらず同じ台から作り分けをせず、個別に製造に追加費用がかかるものの2次キャッシュ量で台を作り分けていることから製造容量が逼迫していたと推定できる。 しかしその AMD の方針では、ソートンを出荷するなら、サラブレッドを製造するはずであることから、バートンと共通化することで製造した、在庫の圧縮を目的としていると考えるのが、順当である。対応、FSB クロックも2 6 6ヘルツとなっている。サラブレッドの代で、アップルスサソートンを製造した製品に、アップルブレッドと名付けていることから、ソートンの名称は、 同様に、サラブレッドとバートンからの造語と思われる、パラミノのモバイル向け製品。より低電圧で動作する個体を選別し、パワーナお、という独自の電源管理方式を採用して、低消費電力化を実現している、アスロン XP より先に発売された。もともとは、アスロン H という名称での発売を PC ベンダなどを打診していたが、 五感などで反対されたことで名称が変更された。4が付いた理由は、パラミのコアが K7 から数えて4世代目であるからと、AMD 側から説明がなされているが、CPU 市場に精通している人々からは Pentium4 を強く意識して見劣りしない名称にしたという推測や意見が多かった。FSB200MHz に対応。後期製品からモデルナンバーが導入された。 デスクトップ向けとして、アスロン XP が発表されたため、アスロン XP と同じ機能を持って先行して、発売されていたモバイルアスロン4が解消された、CPU 製品。新たに発表された、アスロン4はモバイルアスロン XP として、発売された。主となるのは、サラブレッド、バートンコア、シャープやソーテックなど一部メーカーの低価格機に、採用された。 モバイルアスロン XP からは、携帯を考慮しない大型のノート PC 向けの DT-R 版と低電圧版というバリエーションが追加された。モバイルアスロン XPM2400 インテルの Pentium M 発売に合わせ、モバイルアスロン XP を解消し CPU である。内容に差はない。組み込み用と向けヘプロセッサー GEO で NX は、この派生製品である。 従来のソケット A のほか、ソケット563と呼ばれる小型タイプも存在する。サラブレットバートン SMP 対応版、アスロン XP。スマート MP 機能を搭載する点以外の製品仕様は、アスロン XP とほぼ同仕様である。同一のシリコンウェハーから、特性の良好な選別品をアスロン MP として抜き取った後、 SMP 機能を無効化してパッケージングしたものが、アスロン XP と考えられている。しかし例外的に、アスロン MP 以外でもスマート MP 機能で動作する、製品も一部に存在する。アスロンシリーズで、唯一の SMP 対応チップセットである AMD-760MP、同 MP、MPX の FSB が 266MHz までしか対応しておらず、 FSB は全製品が 266MHz である。なお、パラミのコア搭載の 1.012GHz 品は、モデルナンバーの発表に先行して、発表、出荷されたため、モデルナンバーを持たない。ありがとうございます。